というわけで、先週に引き続きまして、ごまさばさんと、お送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、まずは、新朝城小野田から小郡までの高規格線路の部、やっていきたいと思います。これはですね、前回ちょっと触れたんですが、この、周防地区、九州の州に、さんずいをつけて周で鹿児島中央の王で周防地区なんですが、周防地区には、2種類の高規格線路を存在いたしております。まずは、前回も登場いたしましたスカイアクセス線ですね。私鉄にもかかわらず高規格線路を、ごまさばさんに作っていただいたんで、私めが、もう好きの塊といいますか、もう趣味の塊として、800系の12両編成を走らせている、鉄道線になります。でもう一つが、この世界、国鉄がございます。国鉄さんがいらっしゃいまして、国鉄の正体は、ごまさばさんなんですが、その国鉄さんの新幹線走っておりますので、その2つで、この周防の地区の西の端新朝城および小野田から、東の端小郡までを走っていくっていう感じになっております。厳密にはですね、小野田よりも新朝城の方がちょっと小郡から遠いので、新朝城から出発する国鉄さんにはちょっと、ハンディをもらってる感じになるんですが、まあ、ちょっとこっち私鉄っていうことでお手柔らかにということで、ごまさばさんよろしいでしょうかね。いえ大丈夫ですよ。国鉄は財力の精を使い果たしまして、一番いいルートを通してかなり直線的に小郡を結んでいますので、もともと空港アクセス用に作られたスカイアクセスの改造のスカイアクセスには負けてほしくないなっていうところですね。おー、なるほどですね。なるほど。はい、スカイアクセスの方はもともとその名の通り空港の方につながっている高規格線路だったんですが、フォーマーがですね、いやいやちょっと俺も小郡まで伸ばしたいわって言って、レースの後半になるんですがね、フォーマーが無理くり伸ばしている区間がございます。どのぐらい無理くりかはレース中に見ていただければもう吹き出すほど面白いと思いますのでハードルを上げてお待ちください。で、レースにエントリーする列車なんですが、こちらスカイアクセスはですね、近鉄火の鳥ならぬ巣の鳥で行こうと思います。はい、名前の由来なんですが、もともとスカイアクセスって、新朝城あ違った、小野田から、空港の方に行く路線しかなかったんですよ。それを、自分が先ほど言いましたように小郡の方に無理くり伸ばしたことによって、その分岐点のところにデルタ線が発生してるんですよ。でそのデルタ線を通って都市と都市を結ぶ姿が、近鉄さんの火の鳥に似てるので、周防の巣から取って巣の鳥と無理やり名付けさせていただいております。車両はもちろん私大好きの800系新幹線、なぜか12両編成です。どうやって12両を蘇生してるかも、ぜひご注目ください。こちらスカイアクセスは巣の鳥でいきます。では、国鉄さんは、何の列車で参りますでしょうか。新幹線なんですが、はいはい、国鉄の方はですね700系7000番台ですね。今のレールスター光ですね、ということで、車両愛称ですけど暁ということにしてます。最近の流れですね、みずほ、さくらなどなど、昔の寝台特急ですねの方をですね、新しく新幹線ができたところにその愛称を引き継ぐっていう形が多いので、周防はその名の通り山口県がモデルになっておりますので、関西方面と、九州方面を結んだ寝台特急暁をベースに、そのまま新幹線の愛称となったということで、700系7000番台暁で勝負を挑みます。よろしくお願いいたします。どちらもですね、くしくも700系の基本番台が、ベースになっている車両ですので、速度は、今回あんまり全く変わらない感じになっています。もうだから線形だけに基づいて速い遅いが決まるというレースになってますからね。線形はちょっとこっちが悪いんですけど、その分ハンディキャップをもらってるんで、ちょっと期待して動画見ていこうと思います。それでは、レースの方に、移りたいと思います。はい、お願いします。はい、というわけでまたレース画面の方に参りました。左側が国鉄暁、右側がスカイアクセススノトリです。左側国鉄は新朝白から、スカイアクセスは小野田から発車をいたします。間もなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。はい、ただいまスタートいたしました。どちらも700系ベース、最高速度が285キロとなっています。国鉄暁、もうまっすぐ走ってますね。スカイアクセスもまだここまではまっすぐなんですが、ここで両者南北に分かれていきます。スカイアクセスは基本は空港の方に参りますので、南側の方に抜けていく感じになります。はい、スカイアクセス一足先に川を渡りましたね。そうですね。あ、違いますね。国鉄ももう国鉄はすでに川を渡ってましたね。失礼をいたしました。で、国鉄暁、もう中間地点の新宇部売野駅を通過しております。またスカイアクセススノトリも、先ほど話しましたデルタ線を抜けております。そして直線に引くための、長い鉄橋を抜けてもう最終直線ですよ。おお、早いですね。おっとスカイアクセス見てください。単線新幹線となっています。無理やりおごりに伸ばす、経費を、けちりまして、なんとここ単線化になっています。そんなことを言ってる間に国鉄暁、ただいまおごり到着いたしました。記録は、34分です。そして遅れることスカイアクセススノトリ、今おごりに到着しました。37分でした。わーあっという間でしたね。そうですね。ご覧いただいているのは、新朝白および小野田から、小郡までの、レースの結果でございます。はい、というわけで、新朝白小野田から小郡の高規格線路の部、バトル、レース終わりました。いや、早かったっすね。いやー、早いですね。なかなかちょっとだいぶ実況油断してまして、どこでごまさまさんに振ろうかなと思ってたら、終わると思ってですね。そうですね。もう話す暇がなかったので、自分から無理やり入っていったんですけどいやー、お騒がせをいたしております結果、おさらいをいたしますと、国鉄が34分、国鉄暁は34分で、スカイアクセススノトリは37分ということでした。もうすごいですね。3分差ですよ。そうですね。本当になかなかいい勝負でしたね。ハンディもらいながらも、いや負けるやろうと思ってたんですけど、3分差ならおっとちょっと思ったっす。そうですね。いや、このレース動画の本番になったきっかけがスノトリなんでね。そうですよね。一応この周防地区っていう、小野田っていうところが一番大きな町になってて、その新朝白っていう新幹線の始発駅はですね、新大阪みたいな感じで一駅在来線に乗らないといけない場所にあるんですけど、これどっちが結局小野田と小郡結んだ時早いのっていう、確か私の発言から始まったと思いますんで。いやー、自分がですね、なかなか無理をして小郡まで繋いだから、ごまさまさんをだいぶサプライズさせたんですよね。これがですねああ、そうきますかって言われたのをちょっと今でも覚えておりまして、いやー、でも自分でもちょっと国鉄さんに喧嘩を売りたかったところがあって作ったんで、この記録はなかなか満足のいく結果でございます。そうですね、このマップ自体も最初は小野田側から小郡側までつながってなかったですもんね。そうですね、分断状態から始まってましたからね。そうです、ごまさばさんがこうマップにテーマを与えてくれて、こうなんですかね、こう大陸横断鉄道じゃないですけど、いざ小郡へみたいなところがちょっと自分の中でテーマになってて、でスカイアクセスなりにそれを果たせたのがこのスノトリかなと自分で思っております。そうですね、マップ始まった時はですね、西側はそれなりに町作ったんですけど、東側すっからかんで小郡だけ作ってる状態から始まりましたからね。みんなでそこにどうやって行こうかっていうところから始まってたんですけど、一応初代、東西横断特急の、国鉄が勝利できてよかったと思いますいや、負けました。いや、ちょっと各駅停車のを選んでくれればちょっと勝てたかもしれないいやー、ありがとうございました。というわけで、高規格線路の部は国鉄暁が勝利ということでした。パチパチパチ。はい、というわけで、先ほどちょっと触れました通りですね、このマップ、小野田から小郡につなごうってしている鉄道会社、国鉄とスカイアクセスだけではございません。在来線の方も、国鉄、新朝白、小野田から小郡までつないでいる路線がございます。そちらのレースの方もこの後やっていきましょう。